皆さんこんにちは、本間正人です。で今日はですね、京都芸術大学の通信教育課程で学ばれている方お二人にお越しいただいています。でこのお二人ですね、それぞれ自分の、まあ、専門分野というか、京都芸術大学の中でコースに入って学ばれているんですけれども、まあ、それだけではなくて、まあ、実は京都 T5 京都伝統文化イノベーション研究センターのメンバーとしてですね、京都の伝統工芸の研究もされてきたお二人です。杉浦さん、小島さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。もう早速なんですけどね、はい、自身であの京都芸術大学でこう学ばれてて、はいはい、これ時間のやりくりとか大変じゃなかったですか？あ、そうですよね。不安だよね、本当にね、はいはい、仕事されてる方はね、大変ですよね。今もなんか通勤が埼玉から東京なんですけど、うん、電車座ってずっとカタカタしてます、はい、パソコン片道どのぐらい？1時間15分ぐらいなんで、うん、ずっとやってます。まあ、しかしそれをこう通勤時間にしてたってわけ、学習時間にしてたってわけね、それをね。まあでもほとんど前半、最近なんで、ええ、それの前はまあ家帰ってとか土日全部使ってとか、連休もほぼそれに使うみたいなとかでした。そもそもあの通信で学ぼうと思ったきっかけってどういうことか聞いてもいい？あ、私からで大丈夫ですか？うんうんうん、結構長いけど大丈夫ですか？どうぞ。ですね、私大学選択、高校生の時にインテリアかとかそういう住宅とか設計系か、うん、国際関係みたいなのを迷ってて。ずいぶん幅広いですね。あ、なんかそうですね、はい、両極端だったんで、迷って、ええ、結局国際系と外国語科にしたんですけど、うん、なるほど。まあ、結局入った大学会社が家電のメーカー で、うん、でそこでマーケティングとか商品企画とかをまあやっていて、はい、でなんかやっぱプロダクトだけ考えるとか売るとかじゃなくて、お客さんの空間とか、うん、そういうのなんかトータルで考えていかないとこの先楽しくないなと思って、でまあマーケティングも勉強してたんで、はい、デザイン思考みたいな、うん、そういうなんていうか学問的なのも勉強するのもいいかなと思ってて、でもなんかそういう仕組みとかっていうよりはデザインそのものを勉強した方が楽しそうだなって思って、まあちょっと自分の周りにもデザインとかそういう芸術関係の人が親族とかも多かったので。そうなんだ。そういう、はい、なんか祖母が彫刻家とか、うーん、母があの京都の短期大学の芸大とかだったりして、そういうのでやっぱデザインそのものをやってみたいなと思ったので、なんか転職するか辞めて学校入るか、それともやっぱりその家電メーカーの中のプロダクトだけじゃなくて空間全体っていうので、まあ、会社の仕事の幅も広がるかなと思って迷って、父に辞めようかと思うんだよねとか相談したら、ちょっと待ってと、はい、学びながら勉強できるところもあるからとりあえず探せと言われたので、うん、探してみたら、なんか空間演出っていう、まあ、ちょうどいいそのプロダクトにもこだわらないというかだけじゃなくて、いろんなデザインの領域をこう広げたような空間演出デザインコースってすごいちょうどいいのがあって、しかも私滋賀に住んでたので、はい、京都で、まあ、通えるしいいなと思って、うん、っていうので結構巡り合わせで決めました。なるほど。まあ、あの働きながら学ぶっていうのは大変な面もあるけれども、まあ、なんかそれがこう仕事に生かせたり、はい、次の展開に役立つっていう、はい、まあ、まさにそれで転職されたわけですね。そうするとお嬢さんは、はい、今あの新しい仕事で、はい、大学で学んだことを生かせてる感じ？あ、もうそもそもなんていうか、まずソフトウェアとか、うん、2D CAD とか 3D CAD とか、うん、Adobe ソフトとか、うん、そういうのやっぱ使えないとお話にならないっていうこともあるし、はい、まあ多分勉強してきたっていう意思を見せるとか、うん、あとはポートフォリオをやっぱり作ったんですね、作品集を、はい、就活の時に。そうですね、大学の時に課題として作った作品を冊子にまとめて
それをもう面接の時に持ってったり送ったりして、なんでまあそれがありき、学びがありきの転職ですね。じゃあもう思いっきり活かしてる感じで、じゃあ毎日あのいろんなデザインソフト使い倒しって感じだね、これ。そうですね、CAD をすごいずっと使ってます、ずっと毎日。じゃあ後であのまた T5 の話聞きますからね、ありがとうございます。はい、杉浦さんはどうしてこれ、大学で学ぼうっていうふうに、まあ、最初はあの伝統文化コースっていうふうにお聞きしてますけれども、思われたんですか？そうですね、そうですね、私あの、大学は音楽の方 の、 あの音楽学部で、学んでいたんですけど、もともとそういった意味で、ちょっと芸術には興味があったんですね。西洋音楽、まあ、普通音大っていうと西洋音楽を学ぶんですけども、うん、ふと大学の時に、あの私は日本人なのになんで西洋音楽学んだんだろう、学ぶんだろうっていうようなあの疑問が湧いた時に、あのやっぱりこれは日本の音楽も知らないといけないんじゃないかと、あの西洋音楽を学びながらなんですけども思って、あのちょっとそういったあの日本の芸能とかをちょっとあの見る、なるべく見るようにしたんですね。はい、であのそんなことをしているのはまあそれでいて、また大学を卒業して、あの今度やっぱりちょっとお茶やお花といったそういったものもね、あの興味がありまして、まあ花嫁修行的な感じでも あったんですけども、それを学び出しまして、で、あの今度子供が成功して子供ができたら、今度書道を習わせたら、今度じゃあ私も一緒に書道もやってみたいななんて言って、そういうふうにこうちょっとこう趣味が広がっていく中で、ちょっと和の文化の方にこう気持ちが偏っていったの でそうしているうちに、やっぱりもうちょっとこれを深くあの勉強してみたいなと思いまして、あの そうしてるうちにこう和の伝統文化コースがあるっていうのをなんとなくこうパソコン上でこうちらほら目にするようになったんですけども、あの、まあね、やっぱり普通の主婦だったし子育て中でした。4人子供がいたんで結構忙しかったんですね。で、それの中で、ちょっと入るのはどうかしらと思って躊躇していたんですけども、撮ってる日経新聞の私の履歴書の中で、あの市川あの縁あの縁あれなっちゃった時、市川猿之助さん、三代目の猿之助さん、今の猿王さんですね。猿王さんですね。そうです、すみません、なんかこのでの中に、あのこの大学で教えることになったということと、まあ、理事 の徳山先生に出会われて、あのその人柄にすごくあの感動してというか、それで、まあ、教える、そこで、ま、教えることにしたというようなお話がありまして、で、あ、なんかやっぱりこうやって本物を、ね、見せてくれる、そしてその感動の上でまた学ばせてくれるということにすごく私がいいなと思ったんですね。で、まあ、じゃあちゃんと入るならここしかないということで、ありがとうございます。それでもうちょっと家族に一生懸命お願いしたら、あ、いい、じゃあやってごらんっていうふうに押してくれたので、入ることになったんです。なるほど。まあ、音楽の創設者徳山松竹が、先代の市川猿之助さん、今の猿翁さんと親交があってですね、まあ、副学長で、招いて、まあ、今でもその大学の中には春秋座っていう歌舞伎のできる劇場があるわけですけど、まあ、ちなみに杉浦さんの場合には和の伝統文化コースの中で、まあ、どんなテーマで特に勉強されたんですか？そうですね、私まあ、やっぱり音楽芸能も関係するお祭りの部分がすごく興味があったので、なるほど、お祭りの中にはやっぱり音楽もあり、いろいろな何ですかね、催し、そうですね、なんかそんなようなところが興味がありまして、はい、そっちの方大阪にやっぱり天神祭りもありますね、そちらにすごく興味が あったので、そちらの方をテーマに学ばせてもらったんですね。天神祭りの音楽、なんか独特のこうね、太鼓や鈴、鐘の響きがあって、なんかいい感じですよね。そうですね、
でまたそこであの天満宮にはレンガってレンガの会所があったんですね。そしてそういうのであのレンガなんていうのもあの学ぶのがとても楽しかったですね。あのレンガ積む方じゃなくて歌をつなげていく方のレンガですね。あのレンガです、はい、あのそっちの素材の方ではなくてあの歌をつなげていく方ですね。はい、でその和の伝統文化コースを修了されて今度はアートライティングの方にも進まれてるっていう、そのあたりはどんな理由で？やはりやっぱりあの卒論に挑戦していくことやあのレポートを書いてる中であの書くことがすごく大事だなっていうことをあの学ばせていただいて、でやっぱり普通に本読んで、あ本を読みました、あのいろんな本読みましたで分かったつもりになってたことがあの書いてみるとあれっていう書けないっていうことがすごくあったんですね。であれどうしてだろうと思って何度も本を読んだり あの考えたりしているうちにハッと気がつくことが何度かありまして、あこういうことだったのかとかっていう自分なりの発見、それがあのやっぱり学び大事だなっていうふうに思いまして、今度やっぱりなるべくこう入れたものを発信するっていうかあの表現するあの文章にしてみるっていうことをやっぱりあのもっとうまくできるようになりたいなっていうふうな、素晴らしい、あの今度はあのそちらの方に学ばせてもらいました。こうインプットしただけじゃなくて書くこと、ね、表現すること、アウトプットすることがこう自分自身を発見していくことだと、いいなそれあの僕はねあの最終学歴っていう言葉をやめて最新学習歴にしようと、まあ、こういうふうにまあ提案してて、まあ、小島さんがこうお仕事の中でそのやっぱり、例えばソフトの使い方を学んでもそれをこう実際に応用するっていうとまた学びの連続じゃないですか、はい、でそういう意味では、はい、ここの部分学位には影響しないけれども最新学習歴の更新にはなっていると僕は思ってて、まあ、それがこう仕事をうまく活かせるあるいはこう人生豊かにしていくポイントだっていうふうに思ってるんですけど、まあ、杉浦さんは最初西洋音楽から始めて日本の音楽に行き書道もやったしなんか、であの天神祭りの音楽で、今アートライティングもやってると、もうなんか一人カルチャーセンター状態ですよねそれであのやっぱり天満宮に行ってる間に、研究所の先生お知り合いになってあの近くうちの近所 の公民館で講演していただいたりとかで、ね、その先生を お招きして講演していただいたりとか、はい、あと、天神祭りの時におとぎ衆って言って天神祭りの開設をするボランティアなんかあるんですけど、そんなのにこう声をかけていただいて、ね、参加するようなそういった広がりも出てきてとても喜んでます。小島さんがねT5 のその活動の中で、はいはい、こう一番印象に残ってるところをちょっとお話しいただければなと思うんですけど、はい、私が一番印象に残ってるのは引き箔っていう、はい、西陣織の中の一つの技術なんですけど、箔を和紙があってそこに、はい書き渋を塗ってでそこに金箔とか銀箔とかプラチナ箔とかアルミ箔とかいろんな箔を貼ったりここにこう硫酸でいぶしたりして模様をこう描いていくっていうのを作る職人さんなんですけど、はい、その引き箔っていうのはその西陣織の帯の中に織り込まれてる糸になるんですよ。まあ、よく金糸銀糸って言いますよね。はい、なんですけど糸じゃなくて紙の糸が実は存在しているということをそこで初めて知って、はい、でもそういうすごいその模様がすごく美しくて宇宙的なんですけど、それをわざわざ糸の太さにこうまた裁断してわーっと、うんうん、またしかもそれ裁断屋さんっていうところがあるんですよ、はい、でそれを糸の上に重ねてこう一緒に織り込んでいくっていう、なんかその帯の中に紙が織り込まれてるってこともまず私知らなかったし、その織り込んでいって最終的に裁断する前の模様が帯の上で再現されるっていうすごいなんか芸術的な工程を踏んで西陣織の帯が作られているってところ、まずその職人さんがいるってことからその引き箔って糸が織り込まれてるってところをまず知って、それって知らなきゃ本当帯とこう裏側とか見ないと紙が本当に織り込まれてるとことか分かんないんですけど、うん、知らなきゃ本当に分からなかった世界があって、しかもそれを
あの結構代々やられてて、その方のおじ様はアーティストとして活躍されてたりとか、そういう私の知らない世界でずっと何年もあのそういう世界を作ってきた方がいらっしゃったってところにまず感動したのと、はい、あとあの職人さん結構そのアポ取ったのが前日とかだったんですけど、すごく心よくあの受け入れてくださって、なんかこういうサンプルとか、しかもいろんな記事で試したトライアルのやつとかもすごくたくさんあって、それを見せてくださって、あこう本当に毎日毎日いろんなトライアルを重ねて、で最終そのね、あの職人さんとやっぱお客さんのオーダーに応えるっていうのが職人さんなんで、それに到達するためにすごいたくさん努力されてるんだなっていうの でしかもそれをこうちゃんと見せてくれる、こう恥じらいもなくというか、そういうところなんか心の広さみたいなところもすごい、あの今までのイメージが京都の職人さんっていうとやっぱちょっと受け入れなんか素材んしょなんか気難しくて肝心なところは見せてくれないみたいな、そんなイメージありますよね。はい、なんですけどすごいあのどのその方以外もたくさんの方、たくさんじゃないですけど、あの行かせてもらった方みんなすごいあの受け入れて、いろんな話とか自分の失敗談とか人生談とかすごいあの聞かせてもらって、そのおかげで転職できたみたいな、あの励ましてもらいました、たくさん。そうなんだ、ちょっとそこもちょっと聞きたいな、なんでなんで転職それと関係あるの？なんかやっぱりその私今まで前の会社は家電メーカーで、今言ってるのが内装設計なので全然関係なくて異業種なんですけど、はい、とかどこで学ぶか、あれじゃん、どこで働くかみたいなすごいモヤモヤしてたんですけど、なんか職人さんって結構その京都だとたくさんいらっしゃるんで差別化とかも難しいので、うん、自分でこう高いものを買って学んで、それをこう自分の値段を高くしていくんだとか、あの可愛げある方がこういっぱい教えてもらえるよとか、なんか自分の若い頃に頑張ってきた話とかをすごい聞かせてくれて、ああじゃあ自分の選択肢は間違ってないんだなとか、なるほど、あなたならできるよとかすごい言ってくれて、なるほどよかったねそれねそうですねやっぱりその学びっていうとこう自分一人で、コツコツやっていく、まあ、当然そういう部分もあるんですけど、またその大学の通信教育って言えば、まあ、テキスト見てビデオ見てっていう割とこう国内の学びっていうイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないけれども、まあ、実際にはその本当職人さんのところにインタビューに行き、でそれはこう知識を得るっていうこと以上に、なんかこう小島さんの場合にはまあ人間的成長っていうとちょっとくくりすぎかもしれないけれども、まさにこう人生変わるような、なんかそういう刺激を受けたっていう、なんかそんな風に今聞こえたんですけどね。そうですね、なんかね小島さんがさっきこの職人さんたちのなんかためにできることはないか、貢献したいみたいなことをちらっとおっしゃったんですけど、あ、今あのこう職人さんのねなんかあり方とか生き様とかをこれ今 YouTube の動画で語っていただいてるっていうのも、まあ、ひょっとすると回り回ってこう京都の伝統工芸が後世に残っていくっていうことに少しだけ貢献してるかもしれないですよそうだといいですね。だってやっぱり僕もそうだったけど引き剥くっていう技術についてほとんど何も知らないし、でそういう職人さんがいないとその西陣の帯ができないっていうことも、まあ多くの人は分かんないと思うので、だそれをこう知らしめたっていうことはそれ自体ちょっとだけ貢献になってると僕は思います。ありがとうございます、はい、杉浦さんどうでしょうね、あのさっきあの友禅の工房に行かれて、これあの今アートライティングのコースにいらっしゃるじゃないですか、なんかあのアートライティングのコースでうん、こういうテーマについて書いてみよう、まあ、友禅じゃなくてもいいんですけど ね、なんか今お考えのこととかあります？そうですね、私最近ちょっとインタビューしたところは あまりまだあのこう発表はできないんですけれども、あの内緒なんですね。そうなんです、あのやっぱり京都以外からあのこちらにあの 京都に来られて、あの、まあ、住み込みであの初めて職人として仕事を始めた、何も技術がないところ、あのそういった下地がないところから一から始めたっていう方の話を聞いたんですけども、はい、あのやはりあのそのお家に住み込みで入られる、その 職場はもう親戚だらけだと、なんかあのそういったよそ者の感じで入って、あの、まあ、
高校生ぐらいでしょうかね、十何歳の時か、それですごく苦労した、やはり周りからもこうちょっと疎まれるというか、何かちょっと意地悪的な感じでね、されて、そして仕事を覚えていって独立するんですけども、そういったまでの間のなんかそういった苦労話をね、インタビューした中で、すごくされしてくださったんですよ。でこれは今まで言ったことはなかったんだけどなっていうふうにしておっしゃってくださったこと、すごく嬉しいなと思ったんですけれども、やはり今度書くとなると、やはりそういったどういうふうに書いていいかってなかなか難しいところが難しいところですね、そこね。そうなんです。そういう苦労話っていうのは、こんなに本当は伝統のすごい素敵なものを作ったりするから、職人さんとして喜びで溢れてるようなね、こちらではなんかとても綺麗なイメージがあったんですけど、その中には実はその若い時は生活のため、生きていくためにもやらなきゃいけない、どんないじめられても、どんな仕事を押し付けられても、それを仕上げていかなきゃいけないって言った、だからと全然楽しくなかったって、その方はその時代おっしゃってるんですけども、そういった苦労もあって、そんなのがたくさんの方、そういう方たくさんいらっしゃる中で、こういう今京都が成り立っているんだなっていうことにね、すごく驚いて、いいことを伺ったなと思ったんですけど。なるほど。その方のね、ライフヒストリーをこう書き上げるとしても、なんかね、その方の師匠のお身内の方悪者にするわけにもいかないですからね。そうですね、実は何らかの事情があって、やっぱりその、嫉妬の気持ちとか、なんか、よそ者来やがってみたいな、警戒心みたいなのもひょっとしたらあったかもしれないし、そうですね、それはそれで理由のあったことだろうと思うので、そのあたりの書き方が、ぜひアートライティングコースでいろんな今までのね、なんかそういう、人生遍歴みたいな作品もいろいろありますからね、僕たちの世代だとテレビでおしんっていうのを見ましたけどね。本当にそんな感じです。小島さんわかんないでしょう、おしんって言っても。わかりますけど見たことはいかない。わかりますけど見たことないね。だからいいんですけど、やっぱりその過去の作品がどんなふうにこう人物を描いていったのかなんていうのも、やっぱりそこをこう踏まえて自分の作品を作っていくのと、なんかそういうのはやらないで我流でやっていくのとっていうのとでは全然こう持続可能性が僕は違っていると思ってて、その世阿弥は主派理っていうふうに言ってますけれども、やっぱりその古の人がこういうやり方いいよっていうふうに作ってきたものっていうのが主としてですね、そこを基礎をちゃんと学ぶっていうことがすごく大事で、いきなりその俺は理から行くぞなんて言うと、俺のやり方で行くんだなんていうふうにやると、やっぱ基礎ができてないと長続きしない、そういう面がきっとあるんじゃないかなと思ってて、伝統工芸っていうのはそういう意味では主の部分をマスターするのに結構時間がかかるんだけれども、でもだからこそ、その200年、300年、400年の寿命を持ってですね、でまたさらに発展し続けてるっていうのは、なんかそういう、持続可能なための基礎っていうのの学びっていうのを、僕たちに教えてくれてるんじゃないかなっていうふうに思った次第でございます。お二人に最後、今後の目標についてお聞きしたいと思いますが、じゃあ小島さんから聞いちゃおうかな、今後の目標は。ですね、結構 T5 とかでの職人さんとか伝統工芸とかを見たり触れたりして、なんか今内装設計なんですけど、その私は空間とかに伝統工芸の技とか完成品じゃなくても、そのいろんなたくさんの工程を作ってる職人さんいらっしゃって、そういう方が作ったなんかそういう手作り感のあるものみたいなのを内装、自分の仕事の内装とか空間とかに使って一緒に仕事をするっていうのが目標です。なるほど。職人さんと一緒に仕事をしたい。なるほど。なんか今パッとイメージ浮かんじゃったのは、その、引き箔の方がサンプルいろいろ作ったやつを、なんかパッチワークじゃないけどなんかもしいただけるものならもらってきて、なんかたくさんくれました。あ、本当に。なんかそれを額装したりしたら、なんか、空間の中のアクセントになるかなっていうふうに今勝手にイメージしちゃった。そう、一つでもすごい絵になるんです
そういうねえ、なんか宇宙になる、はい、なんか生き方とか、なんか見てみたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます、はい。杉浦さんの抱負というか、今後の目標、いかがでございましょう。そうですね、やっぱりあの日本の伝統文化をより深く学びつつ、あの実際のせっかくこの京都近いですので、京都の職人さんやそういったあの文化に実際触れて、あのお話を伺ったりしながら、あの今度は自分でそれをあのこの素晴らしいものをこう発信できるように、えあのよりあの計算を積みたいと思います。はい、なんかさっきお子さん4人いらっしゃるっていうふうにお伺いしたんですけど、お子様たちにこう伝えるっていうのはなんかやられます？そうですね、やっぱりあの帰ってきてね、こんなすごかったよなんていうのを話は、その折ごとにお話をしたり、あの一緒に見にあの行く機会を作ったりとかあの、うん、してます。はい、なるほど。やっぱりなんか家庭の中にそういうアートとかデザインの雰囲気があったり話題があったりするっていうのが、まあ、回り回ってね、大島さんもデザインの世界にこう戻ってきたりみたいな、なんかそういうのってあるかなっていうふうにあの思いました。お二人のこれからのご活躍、さらにまたお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。